源義方は、平安時代後期の武将、河内源氏、源た義の次男、源義朝の伊伯帝、源義仲の父、法縁五年、後のこの江天皇である、東宮大臣親王を敬語する、盾脇の長となり、東宮大統先生と呼ばれた。長兄の義朝が、無冠のまま東国に下った後、重要な官職に部任されており、この時点では、 川内源氏の着流を継承すべき立場にあったと考えられる。翌年、滝口源備内殺害事件の犯人の宮地のこれのりを捉えるが、吉方が犯人に関与していたとして、縦脇先生を快感される。このために、ため吉は弟である、四つを、より方に、着難の地位を譲らせる形で吉方を事実上の廃着にせざるを得なくなった。 その後、藤原頼長に仕える。工事2年、頼長の所有する、能登国の預かり所職となるが、旧安三年年組のにより悲免され、再び頼長の元に戻り、頼長の断食の相手になっている。慶堀川の源氏館にいたが、父、ためよと船仲になり、関東に下っていた兄、吉友が、二平三年に、下野守に就任し南関東に勢力を伸ばすと、 吉方は、父の命により、吉友に対抗すべく、北関東へ下った。上野国田号を漁師、武蔵国の最大勢力である、秩父重隆と結んでその娘をめとる。重隆の養い気味として、武蔵国引群大倉に館を構え、近隣国にまで勢力を伸ばす。ため吉、吉方は、秩父市、小玉市一族に影響力を持つ重隆を後ろ盾に、 勢力の挽回を図ろうとした見られるが、結果的には、漁師の内部を吉方派と吉友派に分裂させることになる。92年8月、吉方は吉友に代わって、鎌倉に下っていた老い、源義平に大倉館を襲撃され、大倉合戦に及んで、岐阜、重隆と共に撃たれた。去年は30前後とされる。 大倉館にいた、吉方の次男で2歳の駒尾丸は、畠山重吉、斎藤佐根森らの計らいによって、品の木曽谷の中原金藤に預けられ、後の源義の仲となる。京にいたと思われる着子の中家は、源の頼政に引き取られ、養子となっている。埼玉県引群嵐山町大倉には、大倉館跡,跡がある。時川に沿った、断球場で、 川を隔てて水田が開け、原荒川の中石平野に続いていて、鎌倉街道の養路に当たっている。近くには、源義方の墓と伝えられている、県内最古の五輪塔がある。なお、大倉間の所在は、現在の東京都世田谷区大倉とする説もある。また、世田谷の大倉は、義平の居住地という説もある。 埼玉県小玉郡上里町立脇の副将寺は、室町時代に吉方の菩提を弔うために創建され、大倉合戦後に落ち延びてきた吉方を祀ったとされる五輪塔がある。ありがとうございます。